はい、今回はですね、LINE アット限定コンテンツ、副収入と投資による収入アップ導入編というのをお送りしてまいります。LINE アット限定コンテンツを今後公開していこうと思うんですけれども、まあ、その内容ですね、内容がどうなっていくのかっていうのを今回、この動画で解説してきてます。で、まあ、この動画はですね、LINE アット限定ではありません。一般公開されてますけれども、まあ、この先のコンテンツに関しては LINE アット限定公開という、ふうにしていきたいと思います。まあ、一般公開の動画もかなりあるんですけれども、まあ、そこでは話せないようなですね、まあ、ちょっと、まあ、毒づいた部分もありつつなんかね、して、まあ、毒づいた部分もあったりなんかして、そこで公開、まあ、LINE アット限定で公開していきたいなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、この動画をご覧いただいて、LINE アット限定の動画を見たいな、みたいな、もし見たいと思う方がいればですね、まあ、詳細欄のところからですね、ちょっと、ブログ記事を貼っておきますので、そちらから、登録していただけたらなというふうに思います。はい。では、10個の収入源を貸し取れっていうね、これが一応コンセプト的なものでございます。まあ、マルチインカムって言ったら、まあね、複数収入源なんちゃらこうちゃらみたいなのありますけど、ここではですね、10個の収入源を貸し取れっていう、明確に、10個と書いております。で、まあ先に言っておきますと、僕もまだ10個持ってません。はい。最終的な目標として10個の収入源を貸し取れっていうことなんですけれども、これメリットがありまして、この10個の収入源、難しそうですよね、一見ね。一見すごく難しそうなんですよ。10個もこんなやってらんねえよ、時間ねえよ、みたいな感じなんですけど、ただですね、例えばブログでじゃあ副収入始めましょうって始めました。まあ、それで10万円稼ごうとしたら結構大変なんですよ。はい。結構大変です。まあ、継続すればなんていうか、継続すれば、もう1年か、まあ2年やれば、10万ぐらいは可能だと僕は思ってますけれども、まあ、実際問題、じゃあ1年以内で10万円ってなると、結構難しいものがあります。まあ、できる人はできますけど。で、そうなった時に、じゃあ、難しいじゃんってなるじゃないですか。でも10個の収入源だったら、1個1万円でいいわけですよね。10万円稼ぐんだったら。例えば、ポイントサイトは1ヶ月1万円。あと何がありましたかね。まあ、ブログで1万円、ライターで1万円とか言ってね。そういうの10個集めれば10万円なんですよね。で、この10個あるメリットは、例えばブログって、ハテナブログとか結構やってらっしゃる方多いんですけど、ハテナブログが例えば、運営規約違反でガシャーンと終わりましたみたいな、結構あるんですよね、実際ね。まあ、結構っていうと脅しみたいになりますけど、商用ですかね。商品、宣伝用みたいな記事ばっかりだとですね、ガチャンっていきなりなくなって、例えばそれで15万稼いでたとしてもですね、一瞬にしてゼロになるんですね。でも10個収入源があれば、たとええー、ブログがゼロになってもですね、例えば1個1万稼いでるとしたら残り9万円は残るわけですね。もうリスク管理がすごいんですよ。もうリスクを負わない。10個あれば1個潰れても全然平気みたいな。なんなら3個ぐらいなくなっても大丈夫じゃないかっていうメリットがあるんですね。例えば、なので僕もブログやってますけど、1個のサイトだけではやってません、実際。何個かあるんです。1個潰れても大丈夫っていう状態を作りたいなと。まあ今正直1個潰れたらやばいっていう状態なんでまだ。はい。なので、まあ何個か作って、その何個かが一つ一つ自立できるように、ブログの中でも分散しています。本当にもうリスク、もうビビりですからね、本当に僕は。なので、もうリスクを分散するという考え方を、が最終的にこの10個の収入源を貸し取れと、ここに至ったわけですね。で、まあ、竹内五郎の収入源であります。すいません。残念ながらまだ10個収入源持ってません。目指します。共に目指しましょうというのが、この、実はコンセプトなんで、10個目指しましょうっていうことなんですね。で、ちなみに今までやったもので言いますとですね、電子書籍、ここですね、ブログ、ポイントサイト、知見、ソーシャルレンディング、ロバード、サービス販売、ブログ解説サポート、今もやっています。ノート、ライター。ノートっていうのはですね、まあ、文章とか、まあ、いろんなものをですね、有料で販売できるものなんですけど、まあ、そういうのがあるよっていうのを知っていただいて。あと、ライターっていうのは、クラウドワークスとか、でですね、なんか、何文字で募集してますみたいなのあるんですけど、まあ、それも、今はほぼやってませんけれども、はい、やってました。まあ、今、ほんと最近ライターやってないです。最近、そういえば、経験を積もうと思ってやったんですけど、ちょっとね、正直、今更やるのめんどくさいなと思っちゃいました。すいません。はい。で、そういうのをやってます。まあ、電子書籍は一時期3万、4万ぐらいまで行ったんですけど、最近は全然やってなくて、2018年から全然やってなくて、今5000円ぐらいしか稼いでないです。月。はい。5000円から1万円ぐらいです。はい、もう、落ちぶれましたね。落ちぶれでしゃべりました。まあ、全くやってないです。ブログの方は毎日やりまして、まあ、20万円ぐらいです。で、ポイン
とサイトも最近やってない1ヶ月5000円から1万円ぐらいかな。まあ、ブログの延長線上みたいになってます。知見はね、めちゃくちゃ大好きなんで、もう1年でね、30万ぐらい、2回ぐらい参加して稼いでます。もう、あれば知見参加するみたいな感じですね。で、ソーシャルレーニングに関してはまだ始めたばっかりで運用中っていう感じなんで、ですね。ちょっと利益出ましたけど、まあ、まだ、その利益云々確定とか言える段階ではないです。ロボアドはちょっとマイナスです。で、ノートもまだそんなやってないです。ライターは去年はほぼやってないです。っていう感じです。で、最近ブログ中心で2019年株を勉強しようと思っています。株とか投資とかですね、そちらを勉強。まあ、ブログが一番、中心なのは間違いないですけど、まあ、電子書籍もですね、まあ、復活させてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、ブログ中心で。で、まあ、ソーシャルレーニングとかロバードとか、まあ、ここに書いてないですけど、積立NISAとかもね、始めたんで、2018年は。そういう勉強もどんどん強化していきたいなというふうに思います。で、LINE アット限定コンテンツということで、2つ用意しました。収入アップ講座。様々な収入源を紹介 していくと。まあ皆さんね、僕はブログでした。一番得意だったのは、結局。なんですけれども、まあブログが得意な人とそうじゃない人、まあいろいろいると思うんですよね。例えば YouTuber がめちゃくちゃ得意っていう場合だってあり得ます。で、そういう、まあいろんな得意分野があるんで、いろんなものを紹介していきたいと思います。個人個人でね、目指す収入が違ったりもしますしね。まあ本当にそれだけで生活したい、ブログだけで生活して、みたいな人もいれば、月に2万円ぐらいでいいと。ちょっとでも稼げばいいっていうね、方もいらっしゃると思って。まあ僕もともと月2万ぐらい稼ぎりゃいい人だったんですけど。はい。まあいろいろあります。まあ途中で目標を変えるとかもそういうのもありますからね。はい。いろんな考え方がありますんで、それを全部、提供していけたらなと思っております。で、投資資産運用講座ってありまして、投資や資産運用について、動画やブログ記事で解説。まあ解説できるものだけなんですけどもね。で、あとインターネット記事の見方とかしてね、ブログ経験者として。ありますけど、まあ、インターネット記事って結構いっぱいありますよね。ググったりなんかして。そこの記事の見方を誤ると、投資と資産運用だけでなく、いろんな情報を、間違った情報を得ることになりかねないんで、インターネット記事って結構見方が重要だと思います。まあ、ブログ経験者なんで、Google で上位表示した例も実際にありますし、1位も結構何個か取りましたし、何個か、もっと取ってますね。10個か20個ぐらい取ってると思いますけど、はい。まあそういう経験者としてインターネット記事どう見ていったらいいのかとか、いうのも紹介したいなと思います。で、株や FX はまだ解説しません。すいません。2019年勉強予定でまだ解説できるレベルにありません。むしろ解説してもらいたいぐらいですね。はい。FX はちょっと講座開いてるんですけど、株はまだ本当に一切やってないです。で、LINE アット限定コンテンツの特徴って言われまして、LINE アット登録者だけに動画限定公開、質問相談などが LINE アットからできます。LINE アット返信していただくだけで届けます。はい。僕が送った LINE に返信していただければ、もうその即座に届くという。もう簡単ですね。はい。で、私も10個の収入源は獲得できていません。共に目指しましょうと。やっぱ10個収入源、1万でいいんですよね、月。1万でも10万。2万だったら20万です。20万だったら多分生活できないかもしれないですけど、まあ、一人暮らしの人だったら生活できるんじゃないかと思うんですよね。で、なので、結構いいと思います。もう3個10個の収入源で1つ3万だったらもう30万です。はい。月30万ならもうだいぶいい感じですね。で、まあもし、会社で働いていらっしゃるのであれば、まあ月、いや25万ぐらい収入入ればもう月収55万プレイヤーですね。結構55万かどうかはわかんないんですけど、結構まあまあだと思います。はい。どうでしょうかっていう感じですね。なので10個の収入源を目指すためにやりましょうということです。で、先ほども言いましたけど、資産運用講座と、資産運用の投資ですね。と、収入アップ。まあ、収入アップはブログが一番得意なので、ブログ中心だと思います。で、投資に関してはソーシャルレーニングやロバードなど、放置できる初心者向けのものをまず最初にやりたいと思います。まあ、積立NISAとかもね、ありますけど。まあ、FX とかだと多分、まあ、今から勉強しますけど、若干ちょっと初心者には難しい部分があるんで、まあ、ほったらかしでいいような初心者の向けと言われているものは実際どんなものがあって、何をやったらいいのか。やっちゃいけないことは何なのかみたいなね、そのあたりをちょっと話したいと思います。はい。で、一番得意なのは一応ブログなんで、ブログ、収入アップはブログ中心ということになると思います。まあ、初期のね、ライターで稼ぐって言っても、ライターで稼ぐって結構ね、解説しづらいんですよね。やり方は、解説いくらでもできるんですけど、実際やるってなった時に難しいので、そこの、まあ、始め方は、ちょっとおしゃべりしたいと思いますけど、基本的にブログと、まあ、ちょこっとライターみたいな。電子書籍はまあ、
販売仕方ぐらいは、できます。解説できますね。ということで、LINE アットよろしくお願いします。ということで、まあ、こんな感じでやっております。まあ、これはですね、一般公開するんで、まあ、そんな、毒づいたりとかですね、言えないことは言わないですけど、LINE アット登録していただいて、実際、どんな、話をするのかというと、ちょっと、一般公開はできないような話はちょっとしたいなと思います。僕のブログのね、中の話とかもね、ちょっと生々しい話なんかもしていきたいなというふうに僕は思ってます。今思ってますんで。ぜひ登録よろしくお願いします。はい、登録詳細欄の記事からということで、詳細欄に記事の URL を貼っております。そこに、友達追加というボタンがありますんで、ぜひ押していただけたらなというふうに思います。というわけでですね、今回の動画は以上です。どうもありがとうございました。